この講義では歴史上最も美しい公式と言われているオイラーの公式について話をします。複素関数論における任意の実数 π に対して成り立つオイラーの公式はスモール e の i セータ乗イコールコスセータプラス i サインセータであります。ここで三角関数サインとコサインの因数セータはラディアンである。両辺にセータイコール π を代入するとコス π イコールマイナス1サイン π イコール0よって EIπ 乗イコールマイナス1になる。ゆえに E の Iπ 乗プラス1イコール0を得ることができます。ここで E はネイピア数 E イコール 2.828281254590.45…となります。自然対数の定であり π に次いで多く使用される乗数であります。 π イコール円周率 3.14159265353…スモール i イコールルートマイナス1虚数単位です。コスシータは予言、サインシータは制限であります。このオイラーの等式は複素関数論における任意の実数シータに対して成り立つ。このオイラーの公式の特別な場合がオイラーの等式であります。これは似て非なるものですよ。公式とは任意の数シータに対し成り立つ式を意味します。等式とは乗数の間の等式を意味します。この等式が歴史上最も美しい等式と呼ばれる理由は数学における基本的で重要な数である0、1、i、π、e を加法、乗法、指数、統合で結ぶ式であり0、1、i と加法、乗法、統合は算術、大数学を表し、π は幾何学を、e と指数は解析学、微積分学を表しており、とても不思議で美しい式として人々を魅了してきたのです。以下の写真は、私の研究室の壁に貼り付けてある方程式です。上からアインシュタインの一般相対性理論の重力方程式であります。次にあるのが私を魅了しているゼロ無限の概念です。3番目の式が史上最も美しいオイラーの等式であります。私は独創的小研究を行っています。その私の根底にあるのが死の損するところ、愚直に徹するという覚悟です。研究費がないからワークステーションも自分で作っすべて自分の頭脳を使うことで
道を切り開いていく。この数学理論講座を動画として興行するのは、今までの何倍もの神経と時間と苦労を伴う。これはまさに愚直に徹したものだけができる仕事だと思う。E の x 乗ガンマ sin x ガンマ cos x のべき数展開を基地なものとして議論を展開してきたのですが、受講生諸君は理解できたのだろうか。この議論の進め方は、大学理工系1学年の数学の知識を前例として進めてきました。理解できなくてもいいのです。ここでは、歴史上最も美しい公式と言われるオイラーの公式、それから導かれるオイラーの等式の存在を知ることが、それがなぜ歴史上最も美しい公式呼ばれるのかを知ってもらうことが今回の講義の狙いだったのです。証明はおまけだと思ってください。最後に、この証明に対しては物理学者友永慎一郎のエッセイで述べた言葉を紹介して講義を終わることにします。幾何学的に定義された三角関数が指数関数という解析的なものと結びつくということは、なんとも脅威であったのです。証明は、べき級数を使ってやれば簡単明瞭、疑う余地はないのですが、何かごまかされたようで、後味が悪い。虚数べきの定義になると、未だどこかでも習ったことがない。その習ったことのないものが、いきなり式の左辺に出現したのだから、理解できないのも当然である。本日の講義は以上。